もう24日？つい先日12月になったばっかじゃないの？まあでもやっぱ年に一度のクリスマスだから、やっぱそこは楽しまないとね。はい、ということで今の僕の内なる声をですね、音と映像にしてみました。誰得だって話ですけどね。12月は仕事と YouTube に全てを投入してきたので、気づいたらクリぼっちです。まあ正直このまま動画終わってもいいんですけど、それだとさすがにちょっと寂しすぎるので、まあ、この動画を見てくれているあなたにですね、ちょっとでもやっぱりこういい気持ちになってほしいので、僕がですね、今から外に行ってあるものをちょっと撮っていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、ということで、行ってまいりましたけども、まだちょっと後ろの音聞こえますか？なんか騒動が起きてるレベルですよね。なんかすごいことになってますよね。うわ、イルミネーション綺麗よりも、なんかその案内係の、まあ、聞こえてると思いますけど、騒々しいなみたいな、そういうの感じましたね。まあ逆に言えばそれをしなきゃいけないぐらいですね、思いっきりこう人が集まっていて、すごい賑やかでした。カップルはもちろんいましたね。男性はイケメンだし、女性もすごく綺麗だし、はい、もうあれ見るだけでもう僕はドアウェイ感を感じざるを得ません。まああとですね、いやイルミネーションなんていいから妖怪ウォッチ見たいっていう騒いでるあの男の子もいました。で、あとはですね、こう背のスラーっとした白人の北欧男性3人組がですね、まあ、今からナンパしようぜみたいな会話をしてました。
という感じでお祭り騒ぎになっているイルミネーションでした。あそこの中に入ればクリぼっちもちっとも寂しくないです。はい、部屋にはほとんど何も置かないミニマリストのクリぼっちの楽しみ方でした。はい、今日も動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。